オイラと。オイラと、イラット、イラット、ワラ、エイヘシャゲトクは、モンゴル高原の西部から、新疆の北部にかけて居住する民族。オイラと人と呼ばれる人々は、15世紀から18世紀に、モンゴルと並ぶモンゴル高原の有力部族連合であった、オイラと族連合に属した諸部族の民族である。彼らは、近代中華人民共和国。 モンゴル国の一部になった後、モンゴル民族の一員とみなされている。ロシア連邦では、カルムイク人と呼ばれ、独立した民族とされている。現在、の人口はおよそ20万人から30万人。内モンゴルなどで使われる、モンゴル文字よりも、明確に音を示すとどのむという文字を持っている。その歴史については、東京外大アジアアフリカ研究所の宮脇順子の、 いくつもの著作に詳しい。新疆、新疆をウイグル自治区のオイラートについては1970年代の NHK のシルクロード取材班が短い報告をなしている。それよりも新しい日本語での文献もないではない。トルファン市内とカシュガル市をつなぐ南強鉄道が通りその駅もあるバルゴン隊、トモエロンダイの町にオイラートモンゴル人の民族中学校やバザーがあり。 モンゴル人の賑わいがあった。バルゴンタイの東の遊牧民の村オリアス・ダイツ・ガーン、牧場、全身牧場とそのまた東のシャルガンゴル大隊、夏寺高村に1986年の夏に、非合法取材をかけた本人のルポが1990年の朝日ジャーナル・ノンフィクション・コンテストの佳作に入ったが、ワープロ本として、勝負数のみ古書で流通している。オイラとは、 モンゴル帝国以前の12世紀に、バイカル湖西部のアンガラ側から家二世川にかけての地域、現在のモンゴル国西部のフブスグルからトゥバ共和国の地にかけて居住していた部族団で、元来はトゥルク系であったと伝わる。現状筆、元史では、ワツマタラツなどと書かれ、周史などのペルシア語資料では、アイレットと書かれている。後に、ワラブと呼ばれる。 13世紀初頭、オイラト部族集団の主張の一人として、クドかべきの名が知られている。現朝必死によると1200年頃に一時ある地、タタル氏族、グチュートナイマン氏族、メルキト部族などの諸部族の名士となったモンゴル部のジャダラン氏の艦のジャムカが、ケレートの恩藩ンン、同じモンゴル部のキアトボルジギン氏の艦のテムジン、後のチンギス艦の連合軍に敗れた、コイテンの戦いにおいて、 ジャムカゼの先方として、クドカベキも参加している。その後、ナイマン、キルギズなどの周辺諸勢力が征服されたことから、1208年夏に、クチュルク及びメルキト部族連合の名首とクトアベキラの追撃にいるティシュ川周辺に申請してきたチンギス艦に、自ら赴いて基準した。この時、彼はチンギスより、オイラト部族四個万個体の長に任命され、自治権を安堵された。 現状必死に見えるトゥーマンイラット、オイラとマンコというのがそれで、後の、オイラとヨンマンコ、ドーベニイラットと呼ばれる契機となったと考えられている。合わせてこの時の基準によって、クドカベキの一門は、チンギスケの巫女の効果を受けて馬、キュレゲイエ、つまり、チンギスケの婿、陰族となり、モンゴル帝国の有力部族集団となった。クドカベキは女子に従って、森の民、 ホイン・イルゲンと呼ばれる、ブリアト、キルギズ、コリトマトなど、シベリア南部の狩猟民の征服に協力し、さらに、クチュルク、トクトアベキの連合軍を撃破して、トクトアを戦死させている。その後も、チンギスのモロコや孫たちとミコの効果や婿などを交換し、各地の遠征には子族たちも従軍するなど、モンゴル帝国の中枢で活躍している。オイラ族のクドカベキ家は、 13世紀を通じて、コンギラト部族などと並ぶ、チンギスカン家の主要な民族となった民族である。クドカベキ自身は、その後、トルイの右翼軍の幕僚となったが、イナルチとトレルチという二人の息子がおり、その妻として、チンギスカンは、イナルチには、バトゥの姉妹コルイエゲチを与え、トレルチには、ボルテとの間に設けた第二王女、父源を降下させている。 モンゴル帝国の最後のイラン総督であった、アルグンアカも、クドカベキクではないが、オイラト部族の出身であった。トレルチの娘たちは、チンギスケとの隕石が、特に多く、最初トルイに嫁ぎ、後に、モンケの第一聖紀となった、オグルトトミシ皇后、グユクの日、オグルガイミシとは、別人やフレグの、第四聖紀オルジーハトゥン、ジョチウルスのバトゥの次男と区間に嫁ぎ、モンケテムール。 トデモン家の聖母となったクチュハトゥンがいる。また、父元との娘には、チャガタイの着村から、フレグニと次ムバーラクシャーを生んで、一時チャガタイ家の韓国となったオルクナハトゥンや、アリクブ家の第一世紀ルチガミシュ、フレグの第二世紀グユクハトゥンが知られている。フレグの一族でも、コンギラト部族と並んで、オイラトオケとの隕石関係が強かったことでも、知られている。例えば、 特に上記のクドカベキの着手とレルチキュレゲンとチンギスの第二王女、チチゲンとの娘、グユクハトゥンは、後にフレグの第二聖妃となっている。チチゲンは、他に、ブカテムルなどを設けているが、このブカテムルは、フレグに従って、秘となった姉妹たちと共に万タイという面を率いて、西方遠征に参加しており、その姉妹、オルジェイが、アバカの聖妃となり、アバカの兄弟ジョムクル、テクシラは、 ブカテムルの娘をめとっている。また、イルハン朝のオルジェイトの、第四世紀であるハージーハトゥンも、バイグハンの筆頭武将であった、オイラト部族のちっちゃくキュレゲンの娘で、アブーサイードの母となった人物である。クトカベキの光栄を中心とする、オイラト部族の将軍たちは、チンギス家の民族として、帝国の各地に移住し、イルハン朝下のイランで活躍した者も現れたが、 現住地のモンゴル高原では振るわなかった。モンゴル高原のオイラト部族は常日のように、チンギスカンの四男、トルイのバシアリクブ家の一族と隕石関係を結んでいたが、1264年にアリクブ家アニクビライトの定位争いに敗れたため、アリクブ家一門が政治的に振るわなくなり、オイラト部族もその影響を受けたものとみられる。14世紀後半以降、 モンゴル帝国が解体してゆく過程で、アリクブ家の公営、イエスデルが、クビライ家政党継承者である北元のトグス、テムルハーンを殺害して、ハーミーを奪取する事件が起こり、14世紀末から15世紀前半にかけて、モンゴル高原では、西部の諸部族、中でもアリクブ家一門支持派の機関部族である、オイラトの力が高まった。15世紀初頭には、 オイラト部族長マフムードが、高原で最も有力な勢力となっていた、アスト部族のアルクタイを、民の英楽ミカドが攻撃するのに協力、一躍高原最大の勢力に拡大した。英楽ミカドは、ついで、オイラトの派遣を阻もうと1414 14年に、申請を断行し、マフムードを撃ったので、オイラトは、衰退を余儀なくされるなど、オイラトのマフムードと、アストのアルクタイは、 英楽カドの介入を巻き込んで、モンゴル高原を左右する争いを続けた。この騒乱の結果、モンゴルはハーンが次々に開廃され、部族集団が陣営を集合離散する大混乱が起こり、部族の再編が進んだ。こうして形成されたのが四十モンゴル、ドチンモンゴル、ダッタンとドルベン・オイラト、ワラと呼ばれる二大部族連合であり、オイラト集団はケレート、ナイマン、 アルグトなどを含む部族連合集団に変容した。英楽三角の死により、民の圧力が弱まった後、勢力を拡大したマフムードのコトゴンは1434年にアルクタイを滅ぼし、ハーンを自らの区靴に擁立して40モンゴルを従えた。トゴンおよびその子エセンは、西ではモグリスタンハン国やウズベクといった遊牧国家と戦って、勢力を拡大し、 モンゴル高原のほとんどすべての部族を制するに至った。トゴンが没すると、エセンはトグステムルの王子以来50年ぶりに訪れた統一を背景に民に対する侵攻を開始し、1449年に迎撃してきた聖刀ミカドの新聖軍を撃破して、聖刀ミカドを捕虜にした土木の変。この戦火は民側が正刀ミカドの弟影安ミカドを即位させて、 徹底抗戦の構えを見せたため、エセンに十分な利益をもたらさなかったが、これに力を得たエセンは1453年にクグツのハーンを滅ぼして自らハーンに即位した。しかし、チンギスカンの子孫ではないエセンの即位には、モンゴルの間では極めて不敬と見られて評判が悪く、チンギス島原理、また同敗中の第一人者であったエセンが君主として君臨しようとしたことは、 オイラト部族連合内の諸部族長が募らせていた不満を爆発させた。エセンは即位からわずか1年ばかり後の1454年に殺害され、オイラトの覇権は挫折した。この混乱により、モンゴルの王族、貴族の数多くが殺害され、生き残ったのはわずかにオイラト部族の母を持つ数人の王子だけという状況となり、モンゴル高原の混乱はさらに続いた。 エセンの死後、オイラトは勢力を大幅に後退させた。それでも、幾人かの有力な主張は、モンゴルのハーンくらい争いに介入し、オルドスなど、モンゴル高原の西部を制する勢力を誇った。しかし、1487年にダヤン・ハーンが即位すると、モンゴルの再編統一が行われ、オイラトの勢力は、ダヤン・ハーンの子孫によって、次第に西に追いやられた。 16世紀半ばにはダヤン・ハーンの孫アルタン・ハーンに敗北し、世紀の後半にはダヤン・ハーンの別の系統の子孫であるハルハブのアルタン・ハーンたちに服属することを余儀なくされた。やがて、モンゴルではダヤン・ハーンの後衛たちの間で分割相続が進み、1623年になって連合軍がハルハブのアルタン・ハーンを殺害して、 モンゴル全体を統一する権力が消滅した結果、オイラトはモンゴルより独立を果たした。しかしオイラトの内部では、やはり同じ頃部族間の力関係が変化し、内紛が絶えず起こっていた。1632年、ケレートのハンの光栄を称するオイラトの大志らが、率いるトルグルトと呼ばれる、有力部族は内紛を避けて、西方のヤイク側、ゲンウラル側流域に移動し、 1634年に、ボルが川下流域の野外オルダに侵攻して、野外人を追放し、1630年から1771年を建国して移住した。彼らの光栄が、現在のカルムイク共和国に住むカルムイク人である。同じ頃、満州に没航したアトキ金が内モンゴルの諸部族を服属させ、1636年に国王を大臣と改めた。 これに対して、真の脅威にさらされた外モンゴルのハルハとオイラトの各部は同盟を結び、1640年にオイラトモンゴル法典を制定して、部族間関係を調整。ハルハとオイラトの構想はやんだ。この時代のオイラト人の間では、モンゴルとは別個の集団としての自意識の形成が進み、モンゴル文字をオイラト方言を記しやすいように改良した。 とど文字が考案されたりした。十七世紀のオイラとは、モンゴル高原の西部からアルタイ山脈を経て、東トルキスタン北部のジュンガリアにかけての草原地帯に拡挙し、保守都部族は有力となっていた。六百三十年頃の内紛の後、保守都部の主張となっていた空襲、ハーン、トゥルバイフは、契していたダライラマの宗派ゲルク派がチベットにおいて、 政治的に危機に陥っているのを救うと名目で、1636年に、オイラト軍を率いて、出動、1637年初頭、チベット東北部のアムド、元王未将を制圧、その後ラサに上って、ダライラマゴセイより、シャジンバリクチノミン、ハン、天神中期ギャルポの称号を授かった。オイラト各部の首長たちは、チンギスカンの子孫ではなかったためハーンになることができず、 従来は全オイラトを滑る実力者であっても、医師、中国語の大師などの称号を名乗っていたが、グーシ・ハーン以後、時代ごとに、オイラトの有力指導者の一人に、ダライ・ラマが、ハーン号と印象を授けるという手続きを経て、ハーンを名乗ることができる慣例が生じた。グーシ・ハーンは1638年より1639年に、かけ、冒険の兄弟たち、 オイラト各部の主張家の冒険者らをその配下と共に呼び寄せ、彼らを率いて残るチベット各地の征服に乗り出した。グーシハーンの軍は1642年までにチベットの大部分を制圧、保守と本領は兄の子で正当継承者のに譲り、チベットにおいてグーシハーン王朝を樹立した。グーシハーン率いるオイラト軍はアムドを主としてチベット各地に配置されたが、 彼らの内アムドに居住する者たちが後に青海、モンゴル族と呼ばれるようになった。また、一部のオイラト部民はラサ北方百キロ付近のダム地方に移り住み、グーシ、ハーンを王家に仕える直属部隊となったが、これらの人々の光栄がチベットのオイラト人として現在も続いている。グシハーンは援軍としてチベット遠征に従っていたオイラトのジューンガルブ。 ジュンガルの主張、ホトコチンに、自身の娘を主はせて、バートル本大寺の称号を与え、ジュンガリアのオイラと本国に帰国させて、その支配を委ねた。バートル本大寺の死後、ジュンガリアでは再び部族間の内紛が再燃し、1672年には、バートル本大寺の子、センゲが内紛にリ殺害された。センゲの弟で、チベットのダライラマ5世のもとで仏門に入っていた。 ガルダンは、その方を受けると、チベットからジュンガリアに帰還し、減属して、ジュンガル部族長となった。そして、ガルダンは、おはじめとする、オイラト内のライバルたちを次々に屈服させ、全オイラトの支配権を握る有力な支配者に、成長した。ダライラマ五世は、かつての弟子でもあるガルダンに強い支持を与え、ガルダンはそれに応え、チベット仏教の守護者として、 イスラム教勢力やゲルク派に反抗する勢力との戦いに明け暮れ、東トルキスタン全域からモンゴル高原の西部に至る大遊牧帝国を築き上げた。さらにガルダンはモンゴルのハルハ部族の内紛に介入し、モンゴル高原中部に攻め入ったが、ハルハのハンガルダン勢力はなだれを打って内モンゴルに逃れ、真の高規定に服属したため、 モンゴル高原の支配権をめぐってオイラトと新朝の全面戦争となった。ガルダンは遊牧兵力の機動力を活かしてよく抗戦したが、偶発的に高規定の新政軍に遭遇して敗れ、逃走した。この時ジュンガリアのオイラト本国において、ガルダンの老いがおじいに反旗を翻して自立し、補給を断たれたガルダンは逃走中に死亡した。この構想の結果、 ハルハは内モンゴル諸部と同様に清に服属し、オイラとは清に徴降することになったが、チェワンラブタンイカ歴代のジュンガル部族長たちは、ガルダンの地盤を引き継いで、オイトを支配し続け、チベットや青海をめぐって、時に清と対立した。その結果、ジュンガルに対する不信感を強めた清は、1723年から1724年にかけて、チベット、 1754年から1755年にかけて、ジュンガリアに、出兵、グシハン王朝とジュンガル帝国を共に征服、開始、その領土と部族民を、清朝の支配体制に組み込んだ。さらに1760年には、入川渓谷にあったジュンガル帝国本領の土地で、半身反乱が勃発するが、乾隆帝はこれに激しい弾圧を持って応え、新軍の持ち込んだ。 天然島の流行もあって入川渓谷にいた、ジンガル部族はほとんど絶滅した。現在入川渓谷に住んでいるのは、その後神が入植させた、カザフ人や満州軍人たちの子孫である。清は征服したオイラトを、満州語で、オーロトと呼び、モンゴル諸部と同じく名器制度によって編成し、各部族長に借位を与えて、貴族として偶すると共に自治を認めた。 新朝地下のオイラとは、モンゴル高原西部のホブド地区に三十機、イリ将軍管轄下のジュンガリアに十七機、オーミこと大臣管轄下のオーミ地方、チベットアムド地方に三十機があった。また、中央チベットのオイラト人は、七百十七年に、グシハン王朝が断絶して、あとは、ラッチベットの権力者の属下に入り、七百五十一年、新朝がポラネーの後継者を、 清長に対する反乱を企てた角で殺した、蔡、中倉大臣の管轄下に移されて八期に編成された。清が崩壊し、モンゴル国がボグドハーンのもとに独立を宣言すると、ホブド地区のオイラト諸部は、モンゴル政府に従い、モンゴル国に編入された。モンゴル国は、アルタイ山無役方面のオイラ島も併合しようと軍を派遣したが、中国によって阻まれ、 この地方は、新疆省を経て、新疆をウイグル自治区に編入された。中央チベットのオイラト人は、新疆が滅亡すると、チベット政府の統治に接収され、新疆軍の残党を裏サから駆逐するのに、功績のあったセラジの治療となった。彼らは、チベット社会への同化が進み、1950年の段階で人口は2万人弱。 オイラト語はいくつかの単語を操れる程度となっていた。ボルガ川流域にいたトルグート部は18世紀に入るとロシア帝国による圧迫に苦しみ、入り川帝国がジュンガルの消滅によって空き地となったことを知って指導者は故郷への帰還を決意した。この時、ボルガ川の西岸にいたトルグート部民はボルガ川が凍結しておらず渡ることができなかったために、 ボルガ地方に取り残され、そのままロシア帝国統治下に組み入れられた。彼らカルムイク人はソビート連邦の下でカルムイク共和国を形成し、現在に至っている。モンゴル国がモンゴル人民共和国となると、オイラト人たちは西モンゴル人と位置づけられ、多数部族であるハルハに対する少数部族として扱われたが、文化的には、 春ハ,ハモンゴル人への同化が急速に進んだ。一方、新疆のオイラト人は民族的に圧倒的に少数派であり、周辺の漢民族、ウイグル人、カザフ人などとの混交が進んでいる。中華人民共和国においては、蒙古族として識別され、内モンゴルのモンゴル人と同一民族として扱われた。その後、文化的自覚を強める中で、 心境においてもとど文字に変わって、モンゴル文字が使わるなど、内モンゴルのモンゴル人との民族意識の一体化が進み、様々な外因で、西モンゴル人か、オイラトモンゴルという用語で呼ぶようになっている。それらは、オイラト族の文化、習慣に大きな変容を与えている。17世紀のオイラトは八部族連合であったが、四、ドルベンオイラトと自称していた。 1620年代から1630年代半ばに、かけてモンゴル南部、内モ古コの諸公たちが、大鎮国、デイシングルン、新朝に服属していった際、残るモンゴル北部、ハルハの諸公たちは、などにより、大鎮国の圧迫に抗し、自立を保つことを目指した。ハルハ各部の主張たちは、ダライラマから、多数の形容詞で就職した、ハンゴやバートルゴを、 オイラトの市長たちは、オイラト本国とチベットそれぞれにおいて、藩や本体児、児童、体児等の称号を受けるようになった。オイラト本国では、ホシウト、ジュンガル、トルグートの市長たちが、交代で、順次反号を、ジュンガル部の主張が、独占的に本体児号を受けた。チベットでは、偶師、藩一族の大ン家、 グーシハーンの長子ダイアンの一族が代々半号を独占的に継承し、ドルジュ家、グーシハーンの第六子、ドルジュの一族、タシバートル家、グーシハーンの第十子タシバートルの一族が順次本体事業を授かった。詳細はグーシハムン王朝を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。